モデルプレスイコール2024年5月17日、アベマオリジナルシリーズ恋愛番組、私たち結婚しました号、毎週金曜23時から23時30分の最終話が17日に放送された。結婚生活を送った堀みよなと桃瀬拓の結婚式に反響が寄せられている。写真、堀みよな桃瀬拓結婚式で別れのハグ、私たち結婚しました号 同番組は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された国民的ヒット番組、私たち結婚しましたを日本版にリメイクしたアベマオリジナルの結婚モキュメンタリー番組。今シーズンは堀と百瀬、白間見ると長田隆人の2組が、結婚生活を送っている。堀美緒奈百瀬匠、別れの結婚式で涙、結婚生活が残り24時間となり、 堀と桃瀬が訪れたのは北海道札幌で海鮮丼を食べたり、トマム山で雪遊びをしたりと二人らしく笑顔で過ごしたラストには、百瀬が結婚指輪もしたし、ウェディングフォトも取ったけど、一番肝心な結婚式してないじゃん。だから最後にそれをしたくて北海道に来ましたと旅行の目的を明らかにした。美しいウェディングドレスと凛としたタキシードに身を包んだ二人。百瀬は、 みおちゃんの隣にいるときは泣かないって決めてるし最後笑って終わりたいって二人で言ってたからと涙をこらえ、これから別の道に行っても一番応援してます。ありがとうございましたと堀を見つめた。その言葉に、堀は優しさの塊みたいなタックンだったから私もすごい伸び伸びとできたし、結婚生活良いなって思えたと振り返り、王道の夫婦じゃなかったかもしれないけど、 私はそういう関係性が一番理想だったからたくさんわがままを聞いてくれてありがとうございましたと感謝を伝えていた。ハグをかわし、先に去ろうとした百瀬を引き止め横向いて、とジェスチャーで差し示した堀は、百瀬の左方にキス。リップ、ついちゃった。といたずらな笑顔を浮かべた堀とは対照的に、百瀬は嬉しさと寂しさの中で涙を浮かべ、 堀の頬にお返しのキスをし、二人の思いを確かめ合っていた。別れの後、こらえていた大粒の涙をこぼす堀の元に、百瀬から動画のメッセージが届く。そこには、まだまだやりたいことがたくさんありましたと泣きじゃくる百瀬の姿が。俺の奥さんになってくれてありがとう。幸せな幸せな結婚生活でしたと感謝を伝えていた。二人の別れには、MC の三浦翔平が、 こんなにも美しくて切ないエンディングって今回が初めてじゃないですかねとコメント。SNS 上からも切なくて号泣した結婚式綺麗すぎる、ホホキス最高だったと反響の声が寄せられている。モデルプレス編集部。